皆様ごきげんよう。皆様ごきげんよう。今日なんですけど、最近ショールームの方でイベントをやってまして、一番課金が多かった人が僕のメインチャンネルに出るっていうね、なんかイベントやってたんですよ。あ、やってましたね。優勝準優勝の方がサブとメインということで、まだどっちのチャンネルに出るのかわかんないですけど、はい、一応2人決まりましたんで、今日はショールームライバーの、はい、さくやさんに来ていただきました、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、今日なんですけど、たくまにねドッキリを仕掛けていこうかなということで、最近たくまにドッキリ仕掛けてなかったじゃん。そうですね。だね、俺最終選考の時にズームでやり取りさせてもらった時に、ヤバいファンになってもらおうかなと思ったんですよね。ひらめいちゃったんですよね。ヤバいオーラ出てました。ヤバいオーラ出てました。だから今日は企画会議で一応11時からメンバー全員呼んでて、で、まあ、タクマもやってくるんですよね、はい、で、まあ、企画会議ふわってやって外に出たところで手前のドトールから出てくると。俺に来るじゃん普通大体の人が。俺を通り越してタクマにいきなり行くと。タクマ大好き。ヤバいぐらい大好き。で、彼氏と思っちゃってるみたいな感じで、はい、今日なんか手作りのね。そうなんです。こういうのされたら気持ち悪いだろうなと思ってちょっと手作りで、すごいガチですね、マジで。これ怖いっすよ、マジで。これ怖いな。これマジで怖いっすよ。で、あとね、こちら。そうなんです、これタクマさんに似てるなと思って買ってきました、はい、ああ、これすごいじゃないですか。似てますね、あ、マジで似てる。ツイッターのアカウントにしてもらっていいですか。え、そこまで作ってるんですか。あ、ちなみに待ち受け、あー、すごい、ドアップスクショなんで。これ多分鳥肌立つよな、これ、はい、いや、見てください、これちょっとシキシキタクマ作ってきました。すごいですね、マジでガチですね、これは。ちょっとガチで、前々からじわじわと行こうかなと思って、はい、いいねを持ってきました。入念に、そうそう、もう付箋を貼ってきたと、はい、で、普通ならそういうファンの人、まあ、ありがとうございますって言っちゃうじゃん、はい、だけど、タクマのファンっていないじゃん。だから、うん、俺たちも興味本位で立ち止まります、わざと。そこで次々にアピールしてもらうと、今の待ち受けとか見たとき、タクマがどういう反応するのか。マジビビりますよね。マジでビビると思う、はい、鳥肌立つと思うよ。俺今鳥肌立ったもん、ちょっとタクマの待ち受け。これいつなすか、どこから撮ってきたんすか。これ検索で出てきて、もう一つ個人的にいいなと思ったのが、誕生日お祝いされてる。個人的にいいなってなる、はい、結局どこまで行くかっすよね、はい、何までしたいですか、ガチョコになりきったとしたら。そうですね、ハグはしてもらいたいですね。ハグ、ハグと LINE 交換と、今日家行っていいですかとか。あ、はい、てか逆に家知ってますよ。あ、そうです、家知ってます。それやばくない、住所さ、PE で言わせたらよくない。鳥肌立つんだよ、これ楽しみですね、個人的に俺たちも楽しみだよ、ね、はい、じゃあそんな感じでね、たくまの様子をね、はい、ドトールから佐々木くん撮ってもらうと。 OK です、 OK です。じゃあ実際にやっていきましょう。やっていきましょう。来週以降の撮影があんま決まってないからやりますか。まあでも俺もあんまりあれだし、うん、あれ今日なんか来るでしょ、新人。さあ新しい人がちょっと来るから、そろそろちょっと遊びもらってもいい。ああ、ちょっと場所を動かす、どっかで。どっか飯屋、空いてるとこあるって。もう中尾の右側になんか海鮮のうまい飯あるんで、あそこ行きますか。じゃあ練習だけ埋めたいな。でもまあ正直あんまり埋めたくないけど、バリバリはなかなか言われてもあれだし、なんか強いの頼ってやり埋めたいな。なんでタクモが好きなんですか。まだ強くて、とても
顔が素敵で、あのバンジーやりたいなと思って、はい、バンジー検索してて、でそれで飛んでる姿を見てめっちゃ怖がってるのに、なんかすごい勇敢に飛ばれてていいなと、一緒にバンジー飛びに行きませんか。一緒にバンジー。なんか俺今見ちゃいけないもの見ちゃったんだけど。何？待ち受け。待ち受け？どういうこと？やばい、これめっちゃ怖い。画質、画質荒。タクマの顔。タクマの顔引きつってんだけど。じゃ本当かなと思って。なんで自信ないですか？めっちゃ自信ないとか心配。めっちゃかっこよくないですか、この人もめっちゃ好きなんですよ。バンジーの画質が荒い人が笑ってくるんだよ。なんかあの可愛い撮ってる。あ、ちゃんと撮れてました、もう一度ちゃんと撮れてましたね。これはでも本当に作ってくれたんですか。あ、これでも一応手作りじゃない、あのチョコレート手作りじゃないかい。タクマがこっちでめちゃめちゃ引いてたレベル100だなとか言ってなんかね、だんだん顔引きつってたもんマジで笑けたな。あえてタクマに超ヤバいファンが来たらどういう対応するのかというちゃんとバレんように、なんかあれマイク取ってる。そうそう、ちゃんと取ったんですけどバレたらやっぱバレるか。俺も探してたもん、佐々木おらんから怪しいなんて。いやもう俺ショールームのライバーさんで。あ、そうなんです。ショールームイベントの優勝者準優勝者が俺のチャンネルのコラボということで、今日はヤバいファンになってもらいました。 あ、その方ってことですか。その方です、ライバーさんですんで、ショールームのアカウント貼っておくんで、まあ、気になる方あんま配信してないです。今 YouTube メインでやってる。あ、 YouTube 始めてるんですね。はい。どうでした？タクマのことはそんな好きじゃないの？あの最初は好きじゃなかったんですけど、タクマさんを騙すっていうことでずっと前にタクマさんばっかりを見てたんで好きになりました。おー一刻も早く街行き変えた方がいいっすね。そう、ちょっとなんか古いのやめてタクマがさ、この街行き見た時のなんか引きつった顔がマジで笑けたよ俺。ゾワって顔が引きつく。演技やめた途端、その声のトーンがなんか落ち着くの急にまあ別にそんな大好きなわけじゃないからね。すいません。なんで俺が振られてんのこういうのちょっと怖いでしょ、ぶっちゃけ。手作り持ってこられると一番やられたくないなと思う。やられたくないとかやってたんですけど。まあとりあえず大成功っすね。そうっすね、完全にね、完全に成功しましたね。お渡ししたいものがあって、勝手ながらなんですけど、シンガーソングライター曲を持ってきたんですよ、作ったんですよ。え？最終審査の日、結果分かった日に曲作って、はい、あの出ながらもしよかったら歌ってもらえたらなと思って。曲っすか？曲を作ってきたんですよ。マジ？ミクルさんをイメージして。ミクルが歌うって俺が歌うんですか？そうです、そうですここでしかもアカペラで歌うんですよ。あのお渡しするんで。あ、そういうこと、はい、歌ってみたの動画で。あー、そういうこと。よかったら使っていただけたらなと思って。それ、嬉しいっすね。ちょっと一回歌ってもらっていいですか？サビだけ。僕なら、ラララララララ、音源持ってきたんですか？ちょっといい歌だったよ。そうそう、完全に。でも歌詞覚えてないですか？あ、忘れました。忘れました。チコミで自分で作って、それをショールームでリスナーさんがそこをアレンジするって今朝送られてきたんですよ。かっこよ。おお、渋い系な長道っすよ。かっこいいっすね。これ買ったんだ。クリビーがもうこういうのつけてるやつやばいな。わあ、いいっすね。やばそうな歌。おお、誰が歌ってる？私です。おお、スキーが合わないんで、ミクルさんのこの声が好きだなってキーに合わせて作ったんで、アニソンっぽい。なるほど、楽しみっすね。じゃあショールームならライブはさ、絶対に配信してないでしょ。昔やってて、でこのイベントがあるっていうので絶対出たいなと思って。普通毎日投稿とかで客を集めてる人が勝ち上がるから分かるんですけど、2年ぶりにやっていきなり勝ち上がってきた。すごい、やば、すごい手腕のベスト4までだったんですけど、小さい特別賞で最終審査まで、ね、うん、歌メイン。そうですね、一応シンガーソングライターをやって、今はちょっと YouTube を頑張って全然歌と関係ないこともやってます。あれ、なんか3人がいるの、流行ってるの。あれマイクパンツ、あれ眉毛かっこよくなったやん。あれ、アートピックのヒロヤ君もやりたいってやったんです。ああ、明らかにかっこよくなりました。
そしたらね、西谷くんが僕もやりたいんですけどなんか切実の願いを置いてくれて切実に行きたいですもん。じゃ試合勝ったらね今週の日曜日試合なんでね。あ、そうっすね。頑張って。はい、ということでね、今日はヤバいファンが来たらどういう対応するのかということで、はい、まあ、楽しかったですね。楽しかったですね。めちゃくちゃパワープレイで来るなってちょっとさすがにあのパワープレイはきつい、きつい。でもいるよ、多分こういう人。あ、まあ、まあまあ、でもたまにいるんで。じゃあ慣れてたんだ、実は。そうですね、あのグーパン。グーパン？グーパンが限界っていう。握手はちょっと、きついかなっていう。ああ、なるほどなるほど。まあ時期的にもね。ハグは、人気のないとこだったら。確かに確かに。人気のないとこなら最後ハグしてもらっていいですか。人気あるの、恥ずかしい恥ずかしい。いいよいいよ、あ、いいですよ。最後はハグしよう。恥ずかしい恥ずかしい、はいはいはい、恥ずかしい。照れてるやん。ちょっとやめようよ。今日はですね、待ちに待った1年チャレンジ3人のプロ3戦目ということで、はい、今回一応その1年チャレンジの中では最後の試合になる可能性が高いんですよね。すごいかけてるものが違うと思うんで、その生き様をね、見ていけたらいいなということで。ガードして、ガードして。